シュリンゲイリのシャンカラ派総本山、シャンカラ・アーチャーリア、シャンカラ・チャリアは、哲学者、宗教者でシャンカラ派の宗教的階層とみなされる、シャンカラの尊称、または、ヒンドゥー教の最高指導者であるシャンカラ派の寺院の、保守の尊称である。歴代のシャンカラ・アーチャーリアは、ウパニシャット聖典の真理を体得した聖者として、弟子を指導し、シャンカラの化身として、 民間の信仰を集めてきた。シャンカラ・アーチャーリアは全インドに4人をおり、現代でも宗教的、精神的指導者であり、政治にも影響を及ぼしている。シャンカラは、921言論、ベーダーンタ哲学を唱えたインド最大の哲学者と称えられる人物で、その教えは、近現代インドにおける聖者のほとんどに何らかの影響を与えている。インドにおいて、 大きな社会的影響力を持つシャンカラ派の階層と、みなされ、聖者シャンカラーチャーリアとして、尊敬を集めてきた。シャンカラ派は、世俗を捨てて、下脱に先進する少数の出家誘業者と、多くの在家の信者で成り立っており、在家信者は、ベーダ聖典の法を遵守し、聖伝書に規定される彩色などの伝統的慣習を、守り伝えている。シャンカラ派は、 シバ派でも、ビシュヌ派でもなく、どこの州派にも属していないと言われる。または、シャンカラーチャーリアは、シャンカラが創設したという創員の保守の損傷である。シャンカラは、東のプリー、西のドワールか、南のシュリンゲイリ、北のバドリーナートに創員を創設したと伝えられ、カルナータカ州のシュリンゲイリ創員がシャンカラ派の総本山である。シャンカラは、 シュリンゲイリー総院に母親シャーラダーを祀ったと伝えられている。法院の総主は伝統的にヨシとも呼ばれてきた。初代のシャンカラは最初のシャンカラ氏と呼ばれ、後代のシャンカラアー・チャーリアと区別されてきたが、著作は混同され、区別がつかなくなった者も,も多い。シャンカラアー・チャーリアは、指定関係においては、ウパニシャット聖典の真理を体得した聖者として、 出家遊行者である弟子を下脱へ導く師である。実際に弟子入りを許される人数は極めて少ない。シュリングエリソイ院ではシャンカラー・アーチャーリアが優れた学生の中から後継者を選んで出家遊行させる伝統的習慣がある。出家遊行に際してシャンカラー・アーチャーリアが後継者に新しい名を与える。一方、シャンカラー・アーチャーリアはシャンカラの化身。 呪術宗教的な聖者として民間の信仰を集めており、在家の人々の病を癒すために、マントラやヨーガの呪力を用いたりしている。天理大学の沢井義治は、シャンカラ・アーチャーリーア信仰を捉え返すと、ヒンドゥー教における聖者崇拝を示す具体的な信仰現象の一つであると述べている。初期のシュリンゲイリー創は出家業者の住居であり、哲学的、 信仰的な探求の場だったが、特に14世紀以降になると、在家の支持者や経営者からの寄進地や、財産の寄付によって大きく変貌し、聖地として栄えた。シャンカラ・アーチャーリアの座は、シャンカラ以降代々継承され、シャンカラの魂が代々引き継がれているとされている。代々のシャンカラ・アーチャーリアは、初代、シャンカラの化身であると考えられ、庶民の信仰を集めてきた。 精神的指導者としてのシャンカラーチャーリアは政治にも影響を及ぼしており、その行動は政治的に解釈されている。として積極的に現実世界を指導することが普通だった。例えば、1980年代から90年代のアヨーディア問題では、1992年にモスクが破壊されたが、この最中に、 カーリーゾーインのシャンカラーチャーリアがヒンドゥー至上主義組織のビシュバ・ヒンドゥーパリシャドなどとは独自にアヨーディア問題に介入した角で逮捕されている。ありがとうございます。